立山翔平チャンネル。2位は、はい、東京ヤクルトスワローズを予想します。ヤクルトは2連覇じゃない、はい、ヤクルト優勝したいんですけどね。忖度なくですね、はい、はい、一番は延長戦というところなんですよね。はい、なんていうんですかね、延長戦に対しての戦略というのは昨年1年間では分からなかったわけじゃないですか。で、その延長戦があって最終戦ですよね、日本シリーズの最終戦で、まあ、最終戦と決め打ってマクガフ投手が2イニング以上投げたっていうところもあるんですけど、あの戦い方はシーズンの、前半ではできない戦い方ですから、そうなってくると、昨年2軍で、楽天で、ピッチングコーチさせていただいて、イースタンリーグを少し見てましたけども、ヤクルトの投手陣、2軍にいる投手陣の底上げというところよりは、現状の戦力のところの方が大きいので、まあ、本当にロッテと比べてしまうんですよ。ロッテはイースタンリーグで本当に強かったんですね、昨年。で、バッター陣が、打撃陣がすごく強かったんですけども、とにかく先発ピッチャーが多かったんですよね。で、その多かった先発ピッチャーが、昨年は、イースタンリーグは延長があったんですね。一軍では延長戦がなかったんですけども、二軍では延長戦をやっていたんですよね。で、その時に、どこに差があるかって言ったら、まあ、打撃陣も、差はありましたけども、ピッチャー陣が先発、複数イニング投げられるピッチャーが本当にたくさんいた。先発ピッチャーとして名前が10人以上、イースタンリーグの方で、ロッテでは、上がったというところを考えると、昨年、ヤクルトで一軍で規定投球回数に誰一人乗れなかったというところが、かなり自分の中で、不安材料ではあるんですよね。昨年同様9イニングであれば、全く、ヤクルト優勝ですっていうふうに押せたんですけど。はい。それはもう忖度なしで。そこだけです。不安材料は。でも、そこさえクリアしてしまえば、間違いなく日本一です。この今年に限って言うとセリーグ、ピッチャー、このチームいいぞって言うと、立山さん、どこですか？そうですね。いい選手が入ったなっていうのは、正直オープン戦の段階では判断がつかないんですけど、いいチームのなのはヤクルトだと思います。というのは、昨年誰もが二桁勝利がいない、規定投球回数がいない状況で、先発陣は絶対俺が軸になっていると思ってるわけですよ。その状況で成績をみんな同じようなところで残していて、その中から自覚を持ってエースになるような、真のエースになりたいって思うような選手が2人3人競い合い出したら、それは間違いなく強くなるんですよ。はい。と思いますので、ただ、阪神には特殊能力を持ったピッチャーが多いので、藤浪選手、青柳選手、岩崎選手、特殊能力を持った選手が多いので、ちょっとその辺を考えると、あとは球場のサイズもありますし、延長戦ということもあるので、いろんなことを含めて、阪神はかなりちょっと手強いんではないかなと。っていうとこ、ヤクルトと阪神、まあ、阪神1、ヤクルト2、はい、まあ、変わる可能性もあるという中で、はいはい、これ打線だけ見ると、ヤクルトの方が上なんじゃないか。はい、そう思います。思っ
ったりするんですけども、いや、はい、なぜそれでも阪神の方が上に行く。神宮球場を阪神が本拠地にしていて、ヤクルトが阪神甲子園球場を本拠地にしていたら逆転します。阪神のエースが青柳選手であって、青柳選手はゴロを打たせてアウトを重ねることが多い。その球場ゴロを重ねて、ごめんなさい、ゴロを重ねてアウトカウントを進めていく投手で、阪神甲子園球場というのは土のグラウンドである。神宮球場は人工芝、神宮球場の練習場である、室内練習場、拳球場というところも人工芝である。で、戸田球場も人工芝ということを考えると、いくら経験が多い選手であっても土のグラウンドで練習することよりも人工芝で練習する方が多いので、それを含めて考えてもゴロピッチャーが多いエースという言われている球団で、それを準備している年間半分の試合を、土のグラウンドで戦えるチームと、年間の中で、ビジターの一部の球場でしか土のグラウンドで戦わない、もちろん全員プロ野球選手ですから、その辺は対応すると思います。ただコンマ 0.1 秒とか 0.2 秒とかっていう世界では、やはり土のグラウンドで練習していた選手の方がもちろん対応力もあると思いますし、あとはピッチャーもバント処理のところであったりとか、まあ連携プレーのところですよね。まあこれは自分が楽天でコーチをさせていただいた時にも感じたことなんですけども、土のグラウンドと天然芝のグラウンドと人工芝のグラウンド、バント処理一つ取っても取り方が全く変わってくるわけですよね。で、そういったことを考えると、まあ、人工芝のグラウンドをメインにしている球団というのは土のグラウンドの練習ってなかなかできないので、もちろん2軍の戸田球場にはサブグラウンドが土のグラウンドですから練習することは可能だと思いますけど、ただ今コロナ禍というところでなかなか 1,2 軍選手の入れ替えであったりとか交流というのを制限していることが多いので、土のグラウンドでたくさんノックを受けてっていうのはキャンプで終わってしまうんですよね。そういったところも含めて、まあ、ちょっと本当に甘の弱みたいな考え方かもしれませんけど、そういったところもちょっと気になってしまうなというところがあるので、能力は本当にプロ野球選手なので皆同じというところがあるんですけども。で、あともう一点、はい、ヤクルトは前年優勝してます、はい、ということはマークされるイコールヤクルト戦にエースをぶつけてくる確率っていうのは今年は多くなるんですか？なると思います。まあ、ヤクルト戦に限らず、やはり昨年の上位の球団に対してはより離されることはチームとしてダメだと思うので、他のチームで対戦率が良いのでそちらに当てようということではなく、まず上を叩かないことには縮まらないというところで、まあ、昨年の順位のまんまこう継続して今シーズンが進んでると仮定した場合には、やはり上のチームを叩いて距離を縮めないとというところで、いいピッチャーをより上位の A クラスだったチームに当ててくる可能性の方が高いですよね。昨年の順位でいけば、ヤクルト、阪神、巨人ですね。はい。そこのチームにはかなりの、はい、いいピッチャーを当ててくるんではないかなと思います。あとは得意な、その球団を得意としているピッチャーを当ててくると思われます。